Hello, I'm Frankie. And I'm Rachel. And welcome back to the next part of our 999 Let's Play. Now, in the last one, we finished doing all the puzzles, messed up at the end there, and it was really obvious, and we finally got it. And now we're going to leave. So, let's get our ass out of here. So, to the door. All right, let's go. You did it. You found her. You found her, Belle. Yeah. こっちだ。金星のマークが刻まれた鍵穴。ここにこの金星の鍵を。手応えありだ。よし、開けてみよう。なあ、こっちは任せろ。どうやら開いたようだね。Because when we did this the first time, back on the opposite side, we came out to find that this place was already opened, wasn't it? Because the other team already went through it. これで下のデッキ、Cデッキに降りられるというわけだ。ニルス、大丈夫か？階段。バカにしないでくれ。後ろ向きに走ったって転びはしないよ。よし、それじゃ行くぞ、野郎ども。Cデッキか。念のため、このままもう一つ下のフロアも確かめてみよう。やっぱりか。Dデッキは完全に水没しちまってるんだ。あの大階段の下と同じだな。水位がさほど変わっていないのが唯一の救いだな。それじゃ。Cデッキの方に戻ろうか。さてと、ここには何があるんだ？まずはエレベーターが2機だな。上のフロアにあったのと同じものだろう。扉の間にカードリーダーが設置されてるぞ。ってまたこの妙なマークか。これはヤシロのマークだな。Wait, we're making that joke again. メスのマークに悪魔みたいな角が生えてるだろ。だから。なるほど、確かにそうに違いねえ。うまいこと言いやがるな、この坊主。あ、痛い。撫でるならもっと優しくしてくれ。首が折れる。何言ってんだ。人間の体ってのはそんなに嫌なもんじゃねえや。かえって丈夫になるかもしれんぞ。いつも悪魔だったか。これは水星のマークだよ。角のように見えるのはヘルメスの杖の翼を模したものだ。ヘルメス、ヘル、地獄のメス。やっぱりヤシロのマークじゃないか。あ、くせよらし、うさん。気持ちはお前。とにかくこの装置を何とかしない限りエレベーターは動きそうにないね。つまり水星のマークが記されたカードキーが必要ってことだな。多分そういうことだと思う。しょうがねえ、エレベーターを諦めるか。こっちの左の通路はどうだ。あ、扉だらけじゃないか。おいおい、こんなもんいちいち調べてる時間なんてないぜ。とりあえずここは後回しだ。その前に反対側を調べてみよう。来た道を引き返すぞ。今度は右側に行ってみるか。ここも扉か。まあ4枚だけならさっきよりははるかにマシだが。開けてみよう。そこの一番近いところから行くぞ。ああ、分かった。鍵はかかってないな。ま、おい、
ここは一体何なんだ、このだだっ広い空間は。そこら中ベッドだらけだな。ここは病室かな。この刺激臭は消毒液の匂いだね。多分そうなんだろうな。広間の中央に薬品やら医療器具の置かれた棚がある。いや、それよりも奥の壁にあるあの4枚の扉、左端の扉には3、一つ飛ばして左から3番目の扉には7、そして一番右側の扉には8。間違いない、ナンバリングドアだな。3と7の間の扉にだけ何も書かれていないみたいだが、こいつは一体何を意味してるんだ。考えてもわかんねえ。今はとにかく扉を調べてみよう。ああ、そうだな。やっぱりダメか。そりゃそうだよ。簡単に開いたりしたらノナリーゲームが成立しなくなってしまう。レッドで認証しない限りナンバリングドアは。おい、ちょっと待て。見ろよ、レッドの表示板のところサインが出てねえ。サイン？ほら、大階段のところのレッドには出てただろ。誰も入ってねえ時にはベイケントってよ。ああ、そういえば確かに。だが今は何も表示されてないな。だろ、イカれちまってんのか。試してみよう。無反応だな。7の扉のレッドも3の扉のレッドもか。全部同じように機能していないとはね。こいつは一体どういうことだよ。やっぱりぶっ壊れてるんだろ。チッ、ゼロの野郎、こんなところで手を抜きやがって。そんな、ここまで用意周到に準備してきたゼロがこんな大事なところでミスを犯したっていうのか。だってそうとしか考えられねえだろうが。動かねえもん動かねえんだしよ。うん、どうやら基板が抜き取られてるみたいだね。基板？そうだ、レッドの下のところを覗いてごらん。下のところを？ああ、なんか細長い溝みたいなものがあるな。スリットというかスロットというか。他の2台のレッドも同じだ。何かが抜き取られたような形跡があった。なるほど、基板がないからレッドは動かないのか。だと思う。だがなんでだ。誰がいつ何のために基板を抜き取ったんだろう。さあ、そんなことを僕に聞かれても。なんだ、紫？紫？一宮、サンタ、四つ葉、社。五人ともここに来たのか。どうしてお前らが。こんなところに。それはこっちが聞きたいぜ。ではお互い情報交換といこうか。So where are we still? Are we okay? So, oh wait, no. We're still on the bit we haven't done yet. Once we swing to this bit, that's when we know. Yeah. それにしても弱りましたね。レッドが動かなければこの先には進めないわけで。
あっちの直線通路の方はどうだろう。どこか先に進めそうなところがあるかもしれない。いや、なかったよ。我々5人でざっと調べてみたんだ。病室なら腐るほどあったが、他には何も。病室ってことは、あの大量に並んでた扉は病室の扉ってことか。そうだ。この大病室とは違って個室のな。あとは通路の突き当たりのところにドアがあったけど、鍵がかかってて。鍵穴のところには例の星のマークが刻まれてたな。木星のマークでした。木星か。一体何の意味があるのかしら。何の意味といえば、この大病室もそうだな。一体何なんだここは。この船は客船じゃなかったのか。この船はおそらく病院船なんだろう。名前は多分ギガント。ギガント？何なのよそのギガントって。ギガント、ギガントっていうのはな、20世紀初頭に建造されたタイタニック号の姉妹船でな、正式名称はギガンティック号という。タイタニック号には外観も内装もそっくりな3隻の姉妹船があった。ギガント号はそのうちの1隻ってわけだ。This is real, isn't it? 当初はタイタニック号と同じく客船として運用される予定だったんだが、浸水後間もなく第一次世界大戦が勃発した。その影響によってイギリス海軍に接収され、病院船へと改装されたそうだ。その後ギガント号はエーゲ海においてドイツ軍の敷設した機雷に接触。損傷を受けながらもどうにか付近の浅瀬に乗り上げ、沈没は免れたらしい。それからギガント号はどうなったのか。一説によると、イギリスの大富豪ゴルダイン卿なる人物がその船を買い取ったのだと言われている。Does nobody know where this ship's gone now then, or what? 何でもゴルダイン卿はタイタニック号の生存者のうちの一人で、ありとあらゆる遺品を収集していたのだとか。その収集癖が高じて、彼はいつしかタイタニック号そのものを欲するようになった。Thinking about, speaking about this right now, we recently watched a documentary. I can't remember exactly what it's called, but it's on Netflix, and it's called like Treasures, the Sunken Treasures of the Unbelievable, or something like that. God, that was so satisfying and good and interesting to watch. And they just took out so much stuff from the ocean, and when they cleaned it all up, and you just saw it, and how there was no records of.Like, they found, I can't remember what it was called, but they found this massive iron bar thing. I can't remember what it was called, but it was like an important part of the ship. Yeah. But they were like amazed at it because it was so big, and like they've never seen one that size before for this time period or something like that. And they searched historical records to see what this ship could have been. Like, what was this ship back then? But.Apparently the largest documented ship from that time period, I can't remember what the time period was, but the largest ship that was in the history books and all that lot wasn't as big as what that ship was. And the only thing that came like remotely close to what that ship could have been was a myth, a legend of, I think he was Greek. I can't remember what his name was. I think it began with A. Yeah, it's not with A.But he was like the legend goes that he was a slave, and then he, I don't know, he got free or something, and he ended up like collecting loads of like treasures from different cultures and stuff, and he was going to build like a huge temple to Apollo and stuff, and that was the closest stuff to it, and it was just so cool and interesting. Oh, it's really good. If you haven't seen it yet and you have Netflix, check it out. It's something like just type in Treasures of the Unbelievable or something, and you'll find it. It's a documentary. It's really good.しかしそれは叶わぬ夢。タイタニック号は海の底だ。そこで彼はタイタニック号とウリ二つの姉妹船ギガント号に目をつけたってわけだ。そのゴルダイン卿とかいうやつが買い取ったのが、そうだ。少なくとも俺はそう思ってる。そんなバカな。
一世紀も前に作られた船が現存してるわけがない。まあまあ話を聞こうじゃないの。それで根拠は何なの？根拠？この船がギガント号だと思う根拠よ。This is all kind of I think this is literally just a paste. Like a copy and paste from one of the previous things. この船はタイタニック号と病院船2つの特徴を兼ね備えてる。But I'm not going to skip it until we actually do get to the next bit. それだけの理由？いや、まだある。何を？それは分からん。記憶喪失。まだ治ってないのね。Oh, this bit here is where we'd be like, huh? But we already know. すまんな。I imagine June would act surprised. Or not?Oh dear. 金の音か。大階段にあったあの時計の音のようだな。10 11 12 12階か。12時ですね。タイムリミットまであと6時間。とにかく動こう。レッドの基盤を探しに行くんだ。探すって言ったってどこを探せばいいのよ。この大病室の中はすでに調べた。だが基盤はどこにも見当たらなかった。そうね。すると残された場所は一つしかない。一つ？いや、一つじゃねえか。あ？ちょっと待ってよ。ここにある部屋を全部探せって言うの？We're still in the fucking thing. 大病室に来る前にお前らが何部屋か調べたんだろう。一人一部屋ずつ、合計5部屋だ。じゃあ全部マイナス5部屋だ。あとは8人で手分けして当たればなんとかなるだろう。一人につき6部屋ずつ調べりゃ48部屋は片付くことになる。残りは48部屋なの？知らん。おのおの担当するエリアと順序は理解したか？うん、バッチリです。時間は次の鐘の音が鳴るまでだ。集合場所は大病室でいいよな。ああ、問題ない。基盤を見つけたらとりあえず声を上げて知らせればいいのよね。時間までに見つかればいいんだけど。まあそれだけ探しても見つからないのなら別の対策を練った方がいいってことだね。そういうこったな。それじゃ行くぞ。オクドキ。 And now Snake disappears. 1時か。みんなのところに戻らないと。 Okay, now we're hereSo, we have done all of this lot. So, I guess we can skip this next bit, since we've already seen it. And we can skip straight to this bit here and make a choice. So, now what am I doing? Did I pick it? さあ、これで選択の余地はなくなったわね。彼の思いを無駄にしないためにも私たちは前に進まなくちゃ。そうでしょ？ She really doesn't care. Maybe she's part of them. I would be surprised. I think she's one of the two. Yeah. Because she's so quick to discard everyone. She's like, hey, why don't we work together? Like, fuck the others. Like, we'll just go through door 8. No one else can go through another door, so who cares? Or whatever she said. 選択の余地はまだ完全になくなったわけじゃないぜ。え？どういうこと？俺たち6人がどの扉に入るのかはまだ決まったわけじゃないだろう。ああ、なるほど。確かにそうね。無駄話はもうこりごりだ。
さっさと決めちまおう。まずはヤシロ、あんたは何番の扉に入りたい？私はそうね、8番かしら。私のバングルナンバーと同じだし。わかった、8番だな。それじゃあ次は7だ。あんたは何番の扉に？俺は7を選ぶよ。そこのババアとは気が合いそうもないんでな。ああ、あんた今なんて言った？何も言ってないよ。覚えてなさい。She doesn't know, like, fighting, no? さてと、次は誰から聞こうか。順平、お前はどの扉に？ Alright, so we picked 3 last time. Now, I can't get to the thing, can I? If I go on menu, I can't pick menu. Didn't she say pick 8?And then fucked you up. So if we pick 8, that means they'll all die, won't it? Or someone won't be able to get through. But it doesn't matter because they will get through. Because we know. So should we pick 8? Should we pick the bad one? Go on then. This one? 俺は8の扉に入っ、そうか、8だな。ああ、すると必然的に紫は7ってことになるわけだが。え、どうしてですか？なんでだよ。俺たち6人が揃ってこの先へと進むにはな、次の3通りのパターンで分かれる以外に方法はねえんだよ。358で7に入り、467で8に入るか、457で7に入り、368で8に入るか、もしくは367で7に入り、458で8に入るか。これ以外の選択肢はない。要するに3と4、5と6、7と8は絶対に同じ扉には入れねえってことだ。分かったな。そんな、それじゃあ私はこの先ずっと純平君と離れ離れに。はいはい、そんな根性の別れみたいな言い方するなよ。離れ離れになるって言ったって一時的なものだ。最初の4と5の扉の時だってそうだっただろ。チームは2つに分かれたが、結局はこの部屋で合流することになった。きっと同じだよ、7と8の扉も。どこか先の方でつながってると。ああ、おそらくって。俺は間違いなく繋がってると思うぜ。どうしてそう思うんですか？もしも繋がってなかったとしたら、どっちのチームも9の扉には入れなくなっちまうからだ。つまりこの段階でゲームオーバーってことになる。ここまで用意周到にことを運んできたゼロが、こんなところで全てを終わりにするとは思えねえ。奴は最後の最後までこのゲームを楽しむつもりでいるはずだ。誰かが9の扉にたどり着くまでな。大丈夫だ、もう一度必ず会えるさ、絶対。はい、約束ですよ。 So far this playthrough we've been getting separated from June all the time, but the question is, what way are we going? Are we going to the left, which isn't really going to change anythingWe're we going to the right. Preferably, I think right now we want to go. I don't really care, honestly, because if we go to the left, we're going to have to redo that one anyway to go through that bit. If we go to the left, we just keep going onwards until we get to this bit and then go to the right. Who knows? やっと終わったみたいだな。とにかくこれで問題はほぼ片付いたことになる。残った俺と四つ葉は自動的にどっちかへと割り振られることになるからな。なんだ、俺が7で四つ葉が8に入りゃいいのか。四つ葉、何か異論は？別に。よし、それじゃあこれで決まりだ。行こう。準備はいい？ああ。Is it, are we there now? Hey, what?
Wait, what? We didn't get to any. Huh? It took us to the middle one again. Wasn't there only two other choices to pick from? Yeah. Well, we already picked one that led us there. We just picked another one. How the fuck do we get left or right then? Okay, we'll go back. Did we definitely go through three the first time? I'm pretty sure we did. How do I skip this again? これで彼の思いを、そうでしょ? Ah. Okay. Door 7 then. 俺は7の扉に入ろうと思う。そうか。7だな。ああ。すると必然的に紫は8ってことになるわけだが。え?どうしてですか?なんでだよ。俺たち6人が揃ってこの先へと進むには、yeah. really. it's gonna be the same thing. Like, 次の3通りのパターンで分かれる以外に方法はないんだ。 I can't skip it now because we haven't actually heard this bit. So I only let's skip stuff that we've already heard. That's good. 4-6-7 で8に入るか。 4-5-7 で7に入り、 3-6-8 で8に入るか。もしくは 3-6-7 で7に入り、 4-5-8 で8に入るか。これ以外の選択肢はない。要するに3と4、5と6、7と8は絶対に同じ扉には入れねえってことだ。分かったな。そんな、それじゃあ私はこの先ずっと純平君と離れ離れに。おいおい、そんな根性の別れみたいな言い方するなよ。離れ離れになるって言ったって一時的なものだ。最初の4と5の扉の時だってそうだっただろ。チームは2つに分かれたが、結局はこの部屋で合流することになった。きっと同じだよ、7と8の扉も。どこか先の方でつながってると。ああ、おそらく。俺は間違いなくつながってると思うぜ。どうしてそう思うんですか。もしもつながってなかったとしたら、どっちのチームも9の扉には入れなくなっちまうからだ。つまりこの段階でゲームオーバーってことになる。ここまで用意周到に事を運んできたゼロがこんなところで全てを終わりにするとは思えねえ。やつは最後の最後までこのゲームを楽しむつもりでいるはずだ。誰かが9の扉にたどり着くまでな。大丈夫だ、もう一度必ず会えるさ、絶対に。はい、約束ですよ。ふわ、やっと終わったみたいだな。とにかくこれで問題はほぼ片付いたことになる。残った俺と四つ葉は自動的にどっちかへと割り振られることになるからな。なんだ、俺が8で四つ葉が7に入りゃいいのか。四つ葉、何か異論は。別に。よし、それじゃあこれで決まりだ。行こう。準備はいいか。 Okay, now are we in? Okay. So we couldn't get to the other way. I wonder why. Is there a third or fourth option that we just don't have access to yet? I wonder. There must be, because we've now done everything, haven't we?How interesting. Anyway, so we're now about to just do this next bit, and it's not really going to take us off a huge branch because it's just going to connect again. So we're still at the moment stuck in this middle path. We can't go all the way to the right. So we might be able to get to the right from this middle part here, or we're going to go taking to the left. Okay.Well, I guess we'll end it here then, since we're nearing the 30-minute mark. And in the next one, we're going to do this branch. Be interesting to do. So, thank you very much for watching, and we will see you guys in the next one. Bye. Bye.